大船駅、大船駅は、神奈川県鎌倉市大船一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、湘南モノレールの駅である。JR ホームの北半分及び笠間口は、横浜市坂駅笠間一丁目に位置する。鎌倉市と横浜市の境界上に位置し、両市の中心市街地とは、離れているものの、鉄道を中心とした交通の要衝となっており、 東口側を中心に、駅前市街地が形成されている。JR 東日本の各線、工術と湘南モノレールの江ノ島線が乗り入れている。湘南モノレールへ江ノ島線は当駅が起点である。1966年5月からは、ドリーム交通モノレールオ船ブ線が乗り入れていたが、1967年9月に運行休止。 2003年9月に正式に廃線となった。JR 東日本の駅には、正式な線路名称上は、東海道本線、横須賀線、根岸線の三両線が乗り入れており、このうち東海道本線を当駅の所属線としている。根岸線は当駅が終点となっており、大半の列車が横浜駅から京浜東北線へ、さらに朝晩さの一部は横浜線へ直通する。 横須賀線に関しては、線路名称上は東駅が起点であるが、運転系統としては東駅から東海道本線横浜、東京方面の専用線路に乗り入れており、藤沢駅方面へ乗り入れる東海道線列車よりも、停車駅が多く設定されている。JR 東日本の駅に停車する優等列車は、東京と伊豆を結ぶ東海道線の特急、踊り子が停車し、横須賀線では、 成田国際空港へのアクセス列車である、成田エクスプレスの始発、終着駅となってい。普通列車は、東海道線の通勤快速、快速、アクティ、普通、横須賀線の普通、湘南新宿ラインの特別快速、快速、普通、根岸線の快速、各駅停車の全列車が停車するほか、通勤ライナーは、東海道線の湘南ライナーの一部が停車する。 二千十五年三月のダイヤ改正以前は、横須賀線の、おはようライナーズ市、ホームライナーズ市も停車していた。島式ホーム五面十線を有する地上駅。駅の藤沢寄りと、戸塚寄りにそれぞれ京上駅舎が置かれ、改札内の通路で結ばれている。二つの駅舎の間を流れる砂押し側に、市境があり、駅舎の所在地は、藤沢寄りが、鎌倉市、戸塚寄りが、 横浜市坂駅となるが、駅長室が従来からの鎌倉市側の駅舎に存在するために鎌倉市の駅となっており、特定特市内の横浜市内には含まれない。藤沢寄りの駅舎には南改札があり、東口と西口に通じている。また駅ビル内や駅ビル脇の通路からは湘南モノレールの駅に通じている。緑の窓口、ビュープラザが設置されている。 戸塚寄りの駅舎には北改札があり、笠間口に通じている。この駅舎は栄区側を中心とした住民の運動により建設され、2006年2月2日に共用を開始した。この駅舎には緑の窓口は設置されていないが、指定券発売機が設置されている。2007年1月29日には改札脇に栄区の証明書発行コーナーが開設されていたが、 2010年に閉鎖された。駅構内を覆うように、駅中商業施設、デラ大船があり、書店や飲食店などが軒を連ねる。笠間口開設時に、第1期9店舗、ATM のくを、2006年7月19日に、第2期のフードスクエア9店舗を、9月9日に、第3期4店舗を、そして2007年4月9日には、 南改札内外に第4期3店舗をそれぞれオープンさせ、グランドオープンとなった。これにより、店舗面積約1390平方メートル、店舗数25店舗となり、年間売り上げ約20億円を想定している。その後、大幅な店舗入れ替え、改装が行われ、2016年12月5日には、アトレオーブネとして転換、再オープンした。 北改札側には全ホームにエレベーターと上り下りそれぞれのエスカレーターが設置された。北改札の整備に並行して南改札側も既存の3.4番線ホーム1基の他残りのホームにもエスカレーターが設置され、エスカレーターは全ホームで南北両側の設置となった。さらに南北のコンコースと接続される一層バリアフリー化が進化した。 JR 東日本の駅では唯一のフルカラー LED を用いた10本分の列車発車時刻を表示する発車表がコンコースに設置されている。この発車表では東海道線、横須賀線、湘南新宿ラインの横浜方面の列が発車時刻順に停車駅も合わせて表示される。出店、JR 東日本、駅構内図、旅客ホーム1番線の北側には 東海道貨物線の線路が通っている。貨物線上にホームはないが、港内東側で根岸線へ直通する単線の通路線、高架が分岐しており、東駅より 1km ほど東側で、東海道線、横須賀線の線路をまたいで、本郷台駅手前で根岸線と合流している。東端式ホーム2面1線の高架駅。一本の線路の両側にホームが設置されており、 上降分離されている。湘南モノレールで最も上降客数の多い駅であり、利用者が集中する朝通勤時には改札規制が行われることもある。現在の駅舎は、鎌倉市による大船駅東口第一所市街地再開発事業、第一地区に伴い再構築されたもので、駅前交通広場や駅ビルと一体化された上で1992年9月に、竣工している。 出口は東側にあり、駅舎内部には自動券売機、自動改札機、自動生産機の他に道路線唯一の定期券発売窓口並びに反則グッズ発売窓口もある。旅客サービス設備としてコインロッカーが設置されているほか、受け取りロッカーサービスである楽天ボックスもある。江ノ島線で唯一自動体外式除細動機、AED が設置されているほか、校舎ホームには 絵画作品等を展示するギャラリーボードが設置され、駅室と無室には中間駅の設備監視などを行うシステムが整備されている。JR の東口から駅ビル、ルミネウィングを経て湘南モノレールの駅まで通路が続いており、駅ビルや JR の駅に設置のエスカレーターを使用して外部からモノレールの駅に到達できる。 エレベーターは自治体設置のものが東口交通広場、ペデストリアンデッキ及び JR 駅東口正面に設置されている。2004年には駅構内に総菜や弁当などを販売する店が開店したが2006年に閉店した。東側から以下の通り、1966年5月から乗り入れていたドリーム交通モノレールオーブネ線の駅は 日本国有鉄道、国鉄の駅の北側に存在した。1967年9月に運行休止となり、駅舎とホームは1990年代に撤去された。撤去直前の時期には、駅舎内がアトリエとして利用されていたこともある。2003年9月に正式に廃線となり、2004年に軌道も撤去されている。 大船県によるアジの押し寿司が当駅の名物である。コンコースの売店で販売をしている。また、日本の駅弁として最初にサンドイッチ弁当を売り出した。主な駅弁は、夏季の通り。近年の1日平均乗降人員の推移は、夏季の通り。JR を除く。近年の1日平均乗車人員の推移は、夏季の通り。 鎌倉市は東口、西口それぞれの再開発を計画し、西口の歩行者デッキが完成した。江ノ電バス、京浜急行バス、湘南京急バス、南海バス、神奈川中央交通、江ノ電バス、神奈川中央交通、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。